こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあ、私の運営する速稼塾の中にはいろんなね、叱咤激励する言葉があるんですけども、その一つに、わからないからやめるんじゃなくって、わからないからわかるまでやるんでしょとかね、できないからやめるんじゃなくって、できないからできるようになるまでやるんでしょという凡事徹底、こういったものを促す言葉があります。まあ、凡事徹底ってのは、誰でもできることをしようよ、ただし誰もがしないレベルまでってことなんですよね。ちょっととんちみたいな言葉なんですけども、今回それに似た概念としてですね、漫画、ギャンブルの漫画カイジってものから名言をちょっと持ってこようかと思います。今ご覧いただいているのがその通り、その名言なんですけども、今日頑張ったもの、今日頑張り始めたものにのみ明日が来るんだよっていう風なね、これ悪党の言葉なんですよ、実はね。今映ってる3人組が、まあこの場面でいう悪党なんですけども、この言葉のね、前振りっていうのがどういうものがあるかっていうと、まあ多くの人は、今日はいいや、明日から頑張ろうっていうふうに決意を新たにするんですよね。でもそれじゃダメだって言うんですよ。まあ明日のことはどうでもいいけども、今日だけ頑張ろうよと。今日だけでいいんだよっていうふうな考え方にすると、実はダイエットでもビジネスでも投資でも何でもうまくいくっていうふうなことに気づかせてくれるんですよね。まあ皆さんどうですかね、何かをやろうと決断したときに、来週から始めようとかね、来年は絶対これをやるぞとかっていうふうに、どうしてもスタートの時期を、明日以降に伸ばしてませんか？何かをやる、決断をするってことは、今日この瞬間から始めるってことに他ならないと思うんですよ。まあですんでね、週末にやろうかなとかね、明後日からやろうかなっていうんではなくって、どうせやるって決めたんだったら、一刻も早くスタートするべきなんですよね。特に、やらなきゃっていうふうにモチベーションが高い今この瞬間が一番絶対に身になると思うんですよ。まあそういった意味も込めて、今日頑張ったものだけが、今日頑張り始めたものにのみ明日が来るんだよと、今日だけ頑張ればいいんだよっていうのがね、結構ね、私の胸を打つんですけどもね。さあそれではね、この言葉に対してどんなコメントが寄せられているのかちょっと見てみましょうね。はい。仕事ですごく辛い時は、明日のことなんて考えなくていい、今日だけ頑張ろうと、原作でこの班長の言葉を見た時からそうするようにした。いいじゃないですか。そうしたらずっと続いてる。まさにそうなんですよね。どうしてもね、人間は近視眼的に今の苦痛に耐えられないんですよ。でも今日この瞬間、今の苦痛だけちょっと耐えてみようかな、明日のことはどうでもいいやと思うと、結構今日はできるんですよね。そして次の日には同じモチベーションで同じように乗り越えていけるってことなんですよね。はい、次です。仕事中どんなに辛くても今日だけ頑張ると念じれば、あ、案外頑張れると。ただしやりすぎると鬱になるので、たまに明日頑張る、明日の自分頑張れと肩の血を抜くのも大事。上手ですね、こういう考え方いいですよね。だからね、今日できることを明日に伸ばすなって言葉と同じように、明日できることは今日やるなみたいなどっちも使い分けていくことが大事かなと。はい、次です。めっちゃ響くな、明日から頑張ろう。あ、これシャレが効いてますね。次です。貯金やダイエットに置き換えると本当深々とぶっ刺さる名言。そうなんですよ。だからダイエットとか貯金っていうのも、まあ今日は最後だ、前祝いだ、今日はいいじゃないか、明日からやろうって思っちゃダメなんですよ。一刻も早く始めることなんですよね。それが決断なんですよ。明日から始める決断なんてないわけですからね。いい言葉だなーって、本当ですよね。はい、俺は努力家だからその上を行って、昨日だけ頑張るをやっているよって、今日と明日は頑張らない。面白い。コメント欄面白いね、やっぱりね。はい、次。過去の自分に助けられることがあるからなと。明日の自分のために今日頑張る。いいじゃないですか。ね。やっぱり人間ってね、人に励まされる部分もありますけども、今までの自分が支えてくれるところも大きいんですよ。でも今までの自分が何も、そんなね、立派なことやってないと、今日もね、どうせ俺ダメだしっていうんで折れちゃうんですよ。うん。今までこんなことやってきたじゃないかっていう風な人生を積み上げると結構やれちゃうと思うんで、そういう人生を今日作りましょうってことなんですよね。明日へのプレゼントなんですよ。明日の自分へのプレゼント。今日の頑張りは。ね。はい、次。全国の受験生諸君、耳の穴かっぽじって聞くがよい。まあこういう風に書いてくださる方もね、自分に言い聞かせてくれてるなと思いますけどもね。次。どんなに辛い仕事でも今日だけ頑張ってきたら、気がつけば就職して27年目だ。すごい。だから一つの言葉、漫画の中のちょっとした言葉がね、人の人生を救うこともあるんだなってことですよね。はい。次。
今日頑張るを毎日続けたら結果的に明日も頑張ることになるのか。まあそうでしょうね。うん。今日一日を頑張る、その繰り返しが持続につながるんだよな。逆に言えば、今日一日すら頑張れない人間は何をしてもダメがダメってやつですよね。はい。次ですね。ダイエットに本当に助かる。そうですね。私もね、ダイエットに関してはね、明日から頑張ろうなんですよね。すみません。次。すべてのことに言える。特にダイエット。いやー、ダイエット例に出す方多いですね。次。なぜこんな信念を持ってて地下に落ちてしまったのか。これはね、私の考えるところ逆で、地下に落ちたからこのマインドセットが班長はできたんじゃないかなと思うんですよね。あ、そういうことなんだ。だから俺はここに来ちゃったんだ、みたいな感じですよね。と同時に、班長っていうね、外伝の漫画でもありますけども、スピンオフでも。班長はこの地下の暮らしが結構ね、気に入ってるんでしょうね。というのが、この地下にいる限り、自分よりもレベルの高い人間っていうのはなかなかいないからなんですよ。ですんで、お山の大将を気取ってられて、いろんな勝負に楽に勝てる。特権を貪ることができるのがこの地下なんですよね。地上に出て、じゃあ就職しようかなと思ったら結構きついっての知ってるんで、ここで安寧に過ごすことを選んだんじゃないかなと思うんですね。次。つまり明日も頑張ろうにしろってことだな。まあ毎日頑張りましょうってことでしょうね、結局ね。次。自分だけ班長の名言刻んでたかと思ったら、いろいろな方面の人に刺さってて笑った。そう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 。あのね、このね、漫画の名言って自分だけが知ってて、ちょっとね、知ったげにね、飲み会とかで喋ったら、ああ、知ってる知ってるみたいに言われて、なんだみんな知ってんのに、なんでこうなってんの、みんなできてないってことか、俺もじゃないんだ、みたいな感じですよね。はい、次。実は班長、まともなことしか言ってないんだよなと。結構班長ってまともですよね。さっきのコメントじゃないですけども、最初からこんな気持ちでいたら、地下に来てないはずなんですよ。次。今日だけ頑張ろうとして、イカサマサイコロ作っちゃったか。そう、こういう矛盾もあるのが、お茶目なとこですよね。次。明日の分まで頑張らなくていい。今日の分だけやればいい。明日の分は明日頑張ればいい。はい。じゃあ、あと1時間経ったら頑張ります。みたいなね。いろいろな言葉がありますね。本当にやっぱ面白いですね。こうやって人の動画のコメント欄見てると勉強になることが多いです。次。班長最後はもう今日も頑張れないから負けたけどな。オチはありますよね。でも、本当によくやりましたよね、班長もね。次。俺の知り合いには、明日から頑張るって言って本当に次の日から頑張って志望校に合格した人や、行けたら行くと言って本当に来た人がいる。まあいろんな人がいますけども、こういう人は一部ですよね。次。今日だけ頑張っても同じ会社に毎日勤めてれば明日もまた同じ仕事やらなきゃいけないと脳裏に焼き付くから結局同じ。日雇い派遣だとこの理論は完璧になり、まさに今日だけ頑張れば嫌な仕事だと思っても今日だけ頑張れば終わるから頑張れるとなる。あのね、やっぱりね、結局毎日って同じことの繰り返しなんですよ、基本的に。毎日毎日24時間全く違う変化に富んだ日々ってのはなくって、ほぼ毎日同じの中で少しずつベクトルを変えていくことによって、1年3年5年10年で全く違った方向に進むってことが人生だと思うんですよ。ね。ですんで、本当にね、同じだと思って力抜いてしまってだらけちゃうと、その同じにすらたどり着けないっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。なんて言いますかね。よくね、プロ野球を例に出すことが多いんですけども、私の場合。野球って結局毎日同じルールで、毎日同じような顔ぶれで試合をするわけでしょ？毎日同じなわけなんですよ。でもなんでね、大谷長嶋みたいな名選手が生まれたんですかと。大谷長嶋は、なんか野球とは違ったルールで戦っていたんですかとか、ユニフォームが自分だけ違ったんですかとかね。自分だけ特別な、御曹司だったんですかとかね。あるわけですよ。そうじゃないんですよね。同じルールの中で、みんなと同じような素振りをする中で、みんなとちょっとずつ違う素振りをしていたんじゃないかなと。ジョギング一つにとっても、一回二回はほぼ同じに見えても、千回一万回って繰り返すと、全然違った方向に走っていったんじゃないかなと思うんですよ。ということで、今日の名言コーナーは以上でございます。